皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はニューポケモンスナップのファミ通紹介をしていきたいと思います。ポケモンをカメラに収めましょう。道具でシャッターチャンスを作りましょう。道具を使えばポケモンたちの表情、行動もバラエティ豊かになります。鏡博士が開発したイルミナオーブを使ったり、メロディーで音楽を鳴らしたりすることで普段とは違った姿を見られることもあります。多彩な道具を駆使してポケモンの新しい生態を発見しましょう。調査レベルを上げると新しい発見があります。調査はネオワンボーに乗り込んで特定のルートを進みながら行います。野生のポケモンは目立たないところでひっそりと身を隠していたり、突然空から現れたりすることもあります。さらに写真を撮影して調査を進めていくとルートの調査レベルが上昇します。調査レベルが上がるとポケモンの新しい表情や仕草が見られるようになります。調査を重ねるたびに新しい発見が楽しめます。ポケモンたちが撮影しやすくなります。自分だけのポケモンフォト図鑑を完成させましょう。レンティブ地方の調査を行ってたくさんのポケモンの生態を観察、撮影することで自分だけのポケモンフォト図鑑が作り上げられていきます。また写真はポケモンの行動の珍しさによって星1から星4に分類されて、それぞれの星ごとに登録されていきます。特に星4の評価の獲得はかなり難しいようです。ポケモンの気になる行動を目にしたらすぐに撮影しましょう。写真を加工してとっておきの1枚にしましょう。調査で撮影した写真はポケモンフォト図鑑とは別にアルバムへ保存できます。これは保存時に写真の明るさ、ぼかし、撮影範囲などを調整するエクストラ撮影が行えます。この機能を使えば暗い写真を明るくできるほか、写真の中でお気に入りの部分をトリミングして大きく表示させることも可能です。またアルバムに保存した写真に様々なスタンプやフレームを加えたり、全体的にフィルターをかけたりする写真加工も楽しめます。新たな登場人物を紹介します。個性豊かな登場人物たちとの出会いも冒険を盛り上げてくれる重要なスパイスです。主人公をサポートしてくれる鏡博士やリタの他にライバルのような存在のフィルが登場します。ある人物と一緒にレンティル地方を訪れたフィルは主人公に何かと突っかかってくるようです。またオンライン要素も充実しています。スイッチオンラインに加入するとオンライン機能が利用可能になります。フォト図鑑に登録されている写真の合計スコアなど、世界中のプレイヤーとランキング形式で競い合え、写真を共有して見せ合えます。というわけで今回はこの辺でニューポケモンスナップのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録およびSNS での拡散をよろしくお願いします。